ゆきりぬさんの動画でですね、私チャンネル登録してるんですよ。見てないんですけど、チャンネル登録してて、したら、人生初のビジネスクラスってやつがあったんで、これ見るかと思ってですね、見ました。なんかうちのチャンネルで出してるやつだなと思ってね、今の時点で、これは4日前に出したのかな ?30 万回か。で、動画時間7分ですから、全然元は取れてないわけですよね。東京から、ロサンゼルス経由の、ラスベガスまでの、往復だと思う。多分ね、アメリカン航空みたいでしたけど、私あんま詳しくないんで、全然飛行機マニアとかじゃないんでね、わかんないですけど、私今度、ニューヨーク行くんですよ。ちょっと用事でね。いつかってのは言わないですけども。で、往復でアメリカン航空でね、100万ぐらいでしたね。やっぱそんぐらいすんのか。100万な、80万ぐらいだったかな。だからちょっとこれは高いなと思ってですね。乗り継ぎ便にしまして、ビジネスなんですけども、50万円ぐらいで行ける航空会社があってですね。これ安いなと思ってですね。それで行くんですけど、いいっすね、アメリカン航空で。でもそんなにアメリカン航空のビジネスなんか良くなかったみたい。これ見てるとね。ゆきりぬさん人生初のビジネスクラスだから、初めてだとね、やっぱ何でもよく感じるじゃないですか。別になんか私が先輩風吹かそうってんじゃないですよ。この人はね、飛行機で結構過酷な、結構ゆきりぬさんと飛行機動画ってのはいっぱいありますんで、むしろ尊敬に値することいっぱいやってるんですけども、やっぱね、初めてだとビジネスがそんなに素晴らしくなくてもね、エコノミーと比べればもう天国ですから、やっぱそう思うんだろうなと思うんですが、ウェルカムドリンクが来ないとかね、間違ってエコノミーのところに案内されたとかね、飛行機の中に入ったら、それはそうですよね。こんなね、20代の女性がビジネスに乗ってるのは私見たことないですから、それはエコノミーに案内されちゃうのしょうがないなって気がするんですけど、それだけ、逆に何ですか、年齢不相応の成り上がりをしたということ、それはすごいことだと思うんですけどね。ゆきりぬさんとテンチムという人、テンチムってのは私知らないんですけど、この人はあれですね、若手 TV に出てた人だと思うんですが、と一緒になんかラスベガスに旅行に行ったと。で、動画時間が7分で、30万回再生は元が取れてないわけですけど、でも出してるっていうのは、要するに、普通に個人的な遊びで行ったんでしょうね。だから元とか取るつもりなくて、いや、いいですね、バカンスっていうのかな。この動画はすごい適当に撮ってます。皆さんもわかると思うんですけど、そんな私も、せっかくあるから、ちょっと、それ、感想、ね、動画見たし、感想を言わなきゃもったいないかなと思って感想言ってるんですけど、一瞬だけスーツ交通かと思ったって書いてあるけど、小野田さんのこともこう、ぜひ書いてくれればと思うんだけどな。コメント欄にね。でもやっぱ雪犬って言ったら私が出てくるか、小野田さんよりもね。小野田さんと雪犬さんは直接関係ないですからね。私と雪犬さんも全然直接何も関係ないんですけど、少しでもいいと思ってもらえたら高評価お願いします。もちろん高評価。ゆきりぬさんの動画って眺めがスカスカだっていつも言ってますけど、今回は結構ね、スカスカじゃなくてですね、美味しいとか、これサーモンですとか言ってるだけなのかなと思ったらですね、結構こう、飛行機の機内食は、出発するその国で作った総食材を積むらしい。その通りなんですけど、みたいな感じだね。すごく、庶民的なビジネスクラスのレビューができてて、いいなと思うんですが。ゆきりぬさんすごいんですよ。もう金なんかもうね、私の10倍とか20倍とか持ってんだろうと思うんですけど、いつもね、国際線乗るときエコノミークラスで行ってるんですよね。で、ロンドン行くときだってね、この間、ロンドンに行って24時間以内にロンドンまた出国して帰ってくるみたいなのやってましたけど、かわいそうでしたね。中国国際航空かなんか、別にその中国国際航空私は乗ったことないんですけど、多分なんかイメージよりはいい航空会社なんじゃないかなと思うんですが、しかしですね、北京で乗り換えて、行くわけですよね、ずっとね。で、ロンドンまで行って、そんで、また帰りもエコノミーですよ。そんな地獄以外の何者でもないじゃないですか。私、ホノルルでさ、もう無理でしたけどね、帰りプレミアムエコノミーだったけど。だからもう、それでね、ロンドンまでエコノミーで行くなんて、本当尊敬するわけですけども、こんなにお金あるのにね。やっぱそんだけやっぱ動画に対して体を張ってるってことなんでしょうね。それとも辛くないのかな、エコノミークラスで行くのが。もう私、寝台車になれちゃったから無理なんですけどね。いいや。あとなんかあるかな。動画の中でもモザイクを対応してね、周りの人に影響しないように撮ってるみたいですけど。でもすごいな。これ見ると。待って。音が入るとね、あんま良くないかなと思いますけど。結構ね、堂々と撮ってるんですよね。
割とまあまあ大きい声に聞こえるように私には見えるんですが、今から離陸しまーすって言ってますけどね、まあ、別に全然よそのことなんで文句言うとかじゃないんですけど、同じこういう動画撮ってる人間として思うのは、やっぱね、飛行機の中とか見てると分かるんですけど、なんかこれ小野田さんとかに対する悪口とかじゃないですけど、やっぱね、飛行機って人との距離が近いですからね、なかなかこう喋りづらいんですよね。あんまり大きい声出すと周りの人とか、特にビジネスファーストとかね、どうなんだろうなっていつも思ってるんで、まあ私は飛行機の中ではナレーションを後からつけるというやり方で基本やってるわけですけど、まあ小野田さんとかね、見てるとすごい小さい声でやるようにやってますから、あ、その声だったら確かに迷惑ならないですねって感じなんで、しかも隣に奥さんいるからね、普通の会話ぐらいの音量だったらまあいいと思うんですけど、この雪犬さんたちはすごいな、なかなか賑やかにやってましたが、まずね、こういう元気な女性が、ビジネスクラスに乗ってくるっていう時点で超珍しいことなんで、すごいですね。コメント見てみよう。スーツ交通だと思った。クソガキが1名。機内食もちゃんと食レポしてるの。このテンチムって人は旅行が好きみたいですね。人気あるみたいでしょ。若手 TV とコラボしてくれるなら、このテンチムと乗ってみたみたいにやったら伸びるから伸びないだろうな。いや、伸びるだろうけど、お金かかってしょうがないよな。よいしょ。まあ。よいしょ。航空系はね、ちょっと、戦略が難しいんで、本当に。下手に踏み込むといけないんで、こうやって人のやってることを見るのが、まあ一番いいかなって気がしますね。あ、アメリカン航空ってこんな感じなんだ。で、私もね、ゆきりぬさんのやつ見て勉強になりましたしね。やっぱまあ、レビューっていうのは何でもそうですけども、わざわざなんかその、改めて見ようっていう、なんかこれどうなってんだろうってんで、そんな真剣に YouTube とか見ないんですよね。まあ、見る人もいるのかもしれないけど、例えば今度、なんとか航空のなんとかに乗る、で、これどういう設備なんだろうっていう時には、まあ、公式サイトとか見ますよね。私も JAL のファーストクラスがどんな席なのかなって見ましたけど、まあ、別に YouTube で JAL のファーストクラスをわざわざ、調べて見るかっていうのは、あんまそういうことしなかったんですよね。それよりも公式サイトとかの方がわかりやすい。ただね、YouTube ってのは娯楽なんで、見る人に対してすごい本当にその人がここでこう行くときにこうするとこうが便利だっていうよりも、レビューを一つの娯楽としてこういう何でもないときに見てもらってですね、そして一つの知識の元にするみたいなのが、まあ、私のいいやり私なりの、考えた、まあ、このいい YouTube 動画レビューかなと思ってるんですね。意味わかります？つまりなんとなく動画見てて、でなんとなく今回ゆきりぬさんのアメリカン航空のビジネスクラスのレビューを見たわけじゃないですか、たまたまね。で、まあ、そこで見たゆきりぬさんの様子とか、まあ、テンチムさんの様子とかが今度自分がアメリカとかね、まあ、ニューヨークとか、まあ、まあニューヨークはアメリカですけども行くときに、あ、そういえばゆきりぬさんの動画でアメリカン航空ってこんな感じだった、あ、まあじゃあアメリカン航空はやめとくか、あ、ユナイテッドはもっとダメかな、あ、まあユナイテッドもアメリカンもダメならもう消去法でデルタしかない、いや結局全日空ジャンルの一番見て、まあなんかそんな感じにね、参考のあれでなりますんでね、まあ私ユナイテッドのビジネスに乗ったことあるんですけど、なんかあんまり広くはなかったけど、まあ安いなら乗ってもいいかなって感じでしたね。成田空港からグアムまで行きましたけどね。何これ重すぎるでしょ、これ飛行機持ち込めないよこんな、うわあ、飛行機乗りませんけど今から別にこんな重いのか、うわあ、パソコン2台になったんで、うわあ、ますよね、どうこれどうしようかな、ちょ腕も壊れそうだな、なんか今持った時、まあ、とにかくもうチェックアウトの時間なんで、うわあ、これやばいね。まあまあ大丈夫ですけど、とりあえず出発しようと思います。じゃあこんなんでいいかな。あと10秒だけ待ってくれます、よかったら。別にあんま時間とか気にするつもりなかったんですけど、
いいかな。じゃあどうもありがとうございました。